麺はやたら緊張して。いや麺はもうかなり緊張してましたよ。かなり緊張してたもん。やばかった、うん、目がもう目線がもうキョロ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 してました。キョロ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 してましたずっと。これそうあのカフェの普通のトークショーで、うん、ちょっとこれはもう言いたい。もう衝撃の麺の衝撃の事実が発覚しました。え、なんかその時始まった。サインやっぱりみんなでね、あの来てくださったね、みんなにね、やっぱサイン書きますので書かせていただいたんですけど、麺、うんうん、もサインあるんですよ、かわいいイラスト付きのあの豚さんのね、麺のサインもあるんですけど、うんうん、まさかの麺、あのすごいサラサラっと達筆なんですけど、いいサインですよね、麺、うん、が YouTube 始める前からサイン作ってたびっくりした。それいいじゃないですか、別にそれは。それいいじゃないですか、別にそんな別にサインいつ作ろうか。いいけど、うん、それいいじゃないですか、そこは。いいけど、うん、はい。麺だって最初は、うん、いや僕は裏で村でみたいな感じの、うん、まあそうね、うん、ただやっぱりその隣にキヨキヨさんいるから、まあまあ一応ね、そのイベントとか行くときはやっぱそのいや作れよ大原みたいな、そんな感じか、感じになって、うん、なってんじゃないですか、なんか分かんないけど麺だからめっちゃおもろくて。でもやっぱりいるんじゃないですか、皆さんもやっぱそのいるかな、自分のサインを作ってみたっていう人は。そっかな、いるんじゃない、わかんない。え、ボンさんはいつから書き始めたんですか。いや僕は、それこそドンさんだって後よ多分。そんなそうですか、わかんない、まあ、言うてわかんない、それぐらい、それぐらい、まあ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 、まあ、でもちょっとこう何ですか、こうもしかしたら自分ももしかしたらこう将来サイン書くことあるのかなと思ってサインを書く練習したりとかは。いや、その麺がサインね書いてる練習作ってるとこ想像するとおもろいなと思っていい話じゃないですか、だって今はいっぱい書いてるわけですから。本当、いいことですよ、やっぱ。まあでも麺もあれですからね、その別に本当に何にもない時に考えたわけじゃなくて、その一応そのクラロワのイベントとかにキヨキヨさんの同行で一緒に行くことがあって、そういう時に一応作っとこうかなで作ったって言ってましたけどね。そう、確かにサインは考えてるとかいいかもね。いつ僕だってね、こんなどうせなって YouTube やってるかどうか分かんなかったもんね、昔。そのまあ僕はもうでもね、その、うん、そうですね、うん、僕サイン公募しましたけどね、そのツイッターで。あ、そうなの。あ、僕そうですよ。いやだから自分で作れないなと思って、そんなかっこいいサインは。その僕は誰か考えてくださいって言って、ツイッターでいっぱいみんな書いてくれて、あ、これがいいなって、そう選んだ記憶があります、そうなんだ。え、ボンさん、役者の頃のサインとかなかったんですか？ないです。サインだって。え、これ練習とかしてなかったんですか？そのやっぱ売れたら、俺は売れたらこういうサイン書きたいなみたいな。しました。してるじゃないですか。してるじゃないですか。ました。まあ、それが一回も頼まれたことなどなく。まあ。使うことはありませんでした。はい。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。